はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、枝豆になります。枝豆をですね、100均の道具を使って植え付けからそして収穫までですね、どんな風に枝豆ですね、成長したのかっていうところですね、そういったところをご説明していきたいと思います。ね、枝豆はね、結構今の時期からも育てることができまして、この時期は特にですね、成長がね、早かったりしますので、はい、早速ですね、どんな風にね、成長してどんな風にね、日常的な管理をしていくのか、このね、動画を見ることによって枝豆のね、日常的な管理の方法ですね、そして収穫の仕方、そして枝豆収穫した後にですね、残差がね、あるんですけれども、その処理の仕方までですね、はい、完全版という形でご説明していきたいと思います。はい、それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。はい、こちらですね、枝豆を植え付けていきたいなってね、思います。今回ね、植え付ける品種は湯上がり娘というね、品種の枝豆になりますけれども、このようにですね、元気よく育ってきています。これ100均のね、セルトレーですね、トレーになりますので、これね、紙でね、実はできているんですね。なので、この紙のままですね、植え付けることができます。紙が分解していきますので、とてもね、環境に、ケースもね、捨てることなくね、環境に優しいものになっていますので、はい、早速ね、こちらね、植え付けていきたいと思います。なるべくね、深く植え付けると根付きがね、良くなって育ってね、いきますので、だいたい20センチ間隔ですね、を目安に、はい、やってね、いきたいなと思います。そしてこの時ですね、植え付ける個数ですねは2個ですね、同じように2個並べて植え付けてね、いくと良かったりします。1個ずつでも育つんですけれども、こんな感じで競争し合ってね、育っていったりすることがね、ありますので、枝豆のね、ものはですね、そんな感じで育てていくとね、良かったりします。こんな風に、はい、ね、トレー、この、入れまして、そして土でこうね、埋めていく、これだけですね。こちらもね、ありますので、20センチ離したところにですね、やっていきます。ちょうどね、ここは先日玉ねぎのね、残さをね、埋めてて1週間ぐらいでね、分解したところになるんですけれども、とてもね、栄養豊富な土になっていますので、はい、こちらでね、しっかりね、育つようにしていきたいなってね、思います。そして植え付けましたら、たっぷりね、お水を最初だけね、かけてね、いきたいなと思います。これ花がね、咲いてきた頃ですね、が一番鞘ですねがついて、よりね、大きく成長しようとするので、一番お水がね、いる時期なんですね。まあ、それまでね、定期的にはお水ね、あげてはいきますけれども、特にね、その時期が大切になっていきますので、はい、そんな感じで枝豆は育てていくと良かったりしますので、皆さんも良ければね、参考にしてみてください。ちなみにこちら奥はですね、豆科の主野菜、スルアリインゲンですね、インゲン豆を育てていますね。どちらもマメ科の植物になりまして、育てた後ね、根っことか葉っぱとかね、また土に植えて、あと米ぬかとかもね、一緒に混ぜてあげることによって、いい土にもね、なっていきますので、そんな感じで循環ですね、巡り巡ってですね、しっかりと、特にね、肥料とかね、腐葉土とかね、そういうのはね、入れないでも元気よく育っていく健康的な、はい、畑作りを目指して、ここね、育てていきたいなってね、思いますので、はい、やってね、いきたいと思います。あとはちなみにこちら隣はですね、今じゃがいもですね、去年収穫し忘れたじゃがいもがね、植わっています。おそらくこれは男爵ですね。そしてこちらはナスであったり、トマトであったりね、キュウリとかですね、そういったものを植え付けて、はい、育てているところになります。こちらがね、畑全体的なね、感じになりますけれどもね、はい、順調にね、これからね、育っていくのが楽しみです。はい、こちらね、枝豆になります。こんな感じでね、すくすくとね、大きくね、成長してきています。そしてこのぐらい成長してきましたら、ちょっとね、先端の部分は取ってね、いきたいなってね、思います。こちらはちょっとじゃがいもとね、ちょっとかぶってしまっていますけれども、じゃあこれでね、ちょっとやってみましょう。はい、枝豆ね、これが全体像の形になります。
そして上の部分ですね、ちょっとね見ていこうかなと思うんですけれども、こんな感じでね生えてるんですね。そしてこういう風に生えていまして、2つ今生えています。この2つですね生えてはいるんですけれども、この先端の部分からちょっとねサヤがですね出てこようとしています。ただこれねサヤ出てきたらここに大きく成長して、やってね育っていくんですけれども、下の方を見るとね脇芽がですねニョキニョキニョキってね出てきてるんですね。この脇芽をですねちょっとねあえて伸ばして、そうして2つにですねまた脇芽がね生えてきて、それでまたさらに脇芽が生えてくるっていうね感じで、枝豆はね成長していくんですね。なので本葉が今1枚2枚3枚4枚ね出てきています。4枚ぐらい出てきたらここの先端の部分ですね、まだまだここね成長はねしていくんですけれども、カットしちゃいます。はい、これをカットすることによって脇芽がですねニョキニョキってね伸びてきて、収穫量がねアップします。そしてこちらもね枝豆もね同じですね。こちらも、本葉が1枚2枚3枚4枚出てきていますね。なのでこれね先端ね出てきているところですね、ここをちょっとねカットしてねいきたいなってね思います。ここかな、はいはい、これでね枝豆ね美味しくね、はい、育っていきます。では同じくですねこちらも同じようにねやってねいきたいなってね思います。はい、こんな感じでね元気よくね育ってはいるんですけれども、本葉が1枚2枚3枚4枚5枚6枚目ですね出てこようとしています。なのでここの先端ですねちょっとねカットしていきます。はい、そうするとねこの脇からですね脇芽がねあると思うんですけれども、この部分が、はい、芽がね出てくるっていう感じですね。そしてこちらも1枚2枚3枚4枚ね出てきています。なのでここの4枚目の先端ですね、この時注意しないといけないのはここね生えてると思うんですけれども、ここが本葉になります。そしてこのちっちゃいものですね、ちっちゃいのが、種のね枝になりますので、ここのね外側じゃなくて中心の方の部分ですね、これをポコッとね取ります。これで、はい、元気よくね成長していきますので、そんな感じで管理をしておくと良かったりします。そしてねまたね今2本ですね植わっていますので、互いに競争して大きく成長していきますので、はい、こんな感じでねやっていきたいなってね思います。はい、こちらですね枝豆になります。あれからねさらに日にちが経ちましたけれども、ちょっとねだいぶ大きくなってきました。はい、このようにね、枝豆の豆がですねちゃんとさやですねついてきていますね。かなりポクッとねしてきまして、もう1週間ぐらいしたら収穫かなってね思います。結構ねパンパンになってきてますね。後ろの方もですねちょっとずつさやですねこんな感じで大きく成長してきています。あとはやっぱりちょっと日当たりがね少なかった影響か、収穫量としては若干少なめですね。2株植えましたけれども、1,2,3,4,5,6,7,8枚ぐらい、8個ぐらいのね鞘が1株からついていて、さらに奥の方もですね8個ぐらいですね枝豆鞘がついているっていう状況になっています。ちょっとねここは日当たりが悪くて、ここがねちょっと雑草ですねが木がねあるんでね、イチジクの木になるんですけれども、こんな感じであるとやっぱりねちょっとさすがに成長が、妨げられているかなと思います。はい、一転してねこちらも同じところのねエリアでやっていますけれども、こちらが一番成長としてはいいかなってね思います。そして鞘もこのように、ちょっとずつね大きくなってきていまして、はい、これもねもうちょっとしたらね収穫かなっていうね段階になってきています。枝豆はねとてもね放任ほっといてもこれでね自然に収穫ねできてきています。あとはやっぱり雑草ですね、周りに雑草があったりとか、あとは虫ですね、特に今からの時期だとカメムシとかねついてきたりするんですね。それでせっかくなった実がですねやられてしまう危険性がありますので、防虫ネットとかですねよっぽどちょっとね食べられたくないよって場合は対策をねしてやっていくとねいいかなってね思います。僕はちょっとこの状態で、はい、自然の状態で、育ててねいこうかなって思います。こんな感じで土の部分ですね、下の土少しほぐしてあげて水はけをよくしてあげると、
よりね根っこからねまた水分が吸いやすくなって成長が著しくなるかなと思いますので、こんな感じでちょっとね対策をしながら、はい、育ててねいきたいなってね思います。はい、でもねそれにしても順調にね、はい、見事ね育ってきています。はい、こちらですね枝豆ねあれから数日経ちましたけれども、もうねあの枝豆このパンパンにですね、豆の部分が膨らんでいます。もうこれになったらね収穫適期になりますので、早速収穫をねしていきたいなってね思います。すごいですね。ではこちらねちょっとね収穫をしていきますね。まあ、収穫するときはそのまま抜いてもいいですし、ちょっとねあの葉っぱとかですねこうやって落としてしまって、収穫してもいいですし、根っこですねを張りますので、根っこの中根粒菌というね豆ができていますので、そのままにしてこの茎の部分だけ、カットして、それであとは自然に分解するようにして収穫していくっていうのもね良かったりします。僕はねでもねあのしっかりと土も混ぜていきたいなってね思いますので、枝豆だけね収穫していますけれども、本来ならこのように、はい、抜いちゃいます。そして見てみてください、すごいです。これ立派な根粒菌ですね、出てきますね。豆の部分がねしっかりといっぱいにあります。これがまた栄養になって、はい、土の状態ね良くなっていきますので、ちょっとねこれ土埋めておきたいなってね思います。そして肝心の枝豆になりますけれども、はい、こんな感じでぷっくらとしてねとてもね美味しそうな枝豆に成長してくれました。素晴らしいですね。100均の道具をね使って育てていましたけれども、このようにね収穫ができます。そして収穫しましたら、そしたらねちょっとこの部分ですね、土作りって形ですぐ次の野菜とかね育てられるようにねしていきたいなと思いますので、土とかを掘りまして、今収穫した葉っぱの部分ですね、この部分をできるだけ細かくこんな風にカットしまして、この部分もね根っこもそのまま土の中に入れていきます。あとであればでいいんですけれども、米ぬかを入れたりとかカルス NCR とかですね、そういったあの微生物がですねいっぱい含まれている資材があるんですね。そういったものを混ぜて土と、はい、混ぜるようにしてやっていくと良かったりします。僕はですねカルス NCR というですね資材これねありますので、これをですね一つまみほど揚げてねいきたいなってね思います。じゃあちょっと揚げていきます。はい、中はですね粉みたいなものになっていまして、はい、ちょうどね石灰みたいな、よくね小学校とかでね使ったと思うんですけれども、石灰ですねがありますので、こんな感じで全体にパラパラパラとね振りかけていきまして、そして土とですねしっかりと混ざるようにしていきます。これね光に当たるとこの微生物がですね光に弱かったりしますので、この光がですねしっかりと当たらないように土の中にね混ぜるようにしてやっていくといいですね。そして混ざりましたら、こういうね土ですね戻しまして、はい、しっかりと土がですね土で、ね今回ね収穫したものがですね葉っぱとかですね、それがしっかりと土の中にね混ざるようにしてあ、げるとね分解も早くなりますので、そんな感じで、はい、作業ねしていただくと良かったりします。こんな感じですね。はい、でそれにしてもね順調に成長ねしてくれました。素晴らしいです。では同じく奥のね枝豆も収穫をしていきたいなと思います。はい、こちらね枝豆ねありますね。こちらもすごいね立派に成長しましたね。ちょっとやっぱりこっちの3つやりましたけれども、こちらの枝豆はちょっとちっちゃすぎちゃいましたね。全然実が取れていないです。取れたとしても2つぐらいですね。そしてこれもね取っちゃいますね。はい、じゃあ奥の枝豆ですね、こちらを取っていきましょう。はい、じゃあこちらもやっぱり葉っぱですね、地面にね置いておいて土に埋めていきたいと思いますので、葉っぱは全部取っちゃいますね。植わってる時に取った方が、取ってからバラバラにするよりやりやすいなっていうのがね思います。前回ですね別のね枝豆で取ってからやったんですけど、ちょっとね手間だったので、はい、こうやってね下の部分が根っこ張って
固定していますので、固定していると結構ね安定して、はい、ね、こうやって収穫もできますね。はい、できました。そして、できるだけここでね葉っぱとか茎もねこんな感じで砕いておきましょう。はい、そして収穫しまして、はい、見てみてください。こちら根っこですね、すごくね、はい、旺盛に育っています。そして収穫した枝豆ですね、まあ、こんな感じで、はい、見事ですね、収穫ができました。いいですね、ふっくらとしてとても美味しそうな枝豆です。で、できましたらまた穴を掘って中にねしっかりと資材ですね入れて分解できるようにしていきたいなってね思います。ちょっと穴掘っちゃいますね。周りその時ね雑草も生えていれば雑草も刈り取って一緒に埋めておきましょう。そうするとね常にいい状態の土ができて次の野菜ですねやっぱりね育てやすくなりますのでね、このね一手間をするかしないとでは次の野菜の成長に違いがね出てきたりしますのでね、こっちかな、ここですね、しっかりと穴をまずは掘って、そしてこれですね入れていきます。で入れましたらカルス NCR ですね、パラパラとね振りかけてしっかりと混ぜておきます。やっぱりね最近雨も多くなってきまして、雨降ってると結構ね地面が湿って雑草も生えやすくなりますね。これにねその時にね一緒に雑草も取って中にね入れておくと良かったりします。はい、そして土ですねかぶせていきます。はい、できました。これでねしっかりと、はい、できましたので、またねちょっとしばらく1週間ぐらいでしょうかね、そのぐらいでしっかり分解していくと思いますので、はい、やってねいきたいなってね思います。はい、そして収穫した枝豆がこちらになります。すごくですねぷっくらとねほんと膨れていまして、はい、いいサイズのね枝豆が収穫できました。じゃあこれね家に帰って、ね、大量のお水でお湯を沸かして塩茹でしながらねいただいていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでね枝豆ね、はい、すくすくとね大きく成長して収穫までねできましたね。やっぱりですねポイントになるのは、4枚ぐらいですね本葉がね成長してきたら先端の部分をね摘心をして、そして、たくさんね実らせるようにねしていくと結構ね枝豆たくさんね収穫できて、はい、いただくことができます。あとは虫の予防としてはですねやはり防虫ネットですね、そういうのをかけることによって虫の被害もなくね葉っぱが元気よく育ってよりね、そうすると収穫の量ですねしっかりとしていきます。そして残さですね、枝豆は根粒菌がついていましてすごく、土の状態良くしてくれますので、その、ね残さをですね土に入れて、米ぬかであったりカルス NCR、まあ、両方ねやってもいいんですけれども、そうやってねやることによって、だいたい1週間から2週間ぐらいでですね今の時期ですと分解して、はい、次の野菜ね、例えば人参とかですねそういったものもね育てられるようになりますので、良ければね参考にしてみてください。はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。